ホコラモンスター、バラモスゾンビの心が S4 つ分揃いました。これまでにドロップしてきた各ランクの心の数など共有していきたいと思います。はい、皆さんどうも、こんばんは、こんにちは、おはようございます。はい、今ですね、こちらに出ているのがドラクエウォークのモンスター図鑑、バラモスゾンビの、はい、画面になります。このバラモスゾンビ、ホコラモンスターなんですけれど、はい、ようやく心が S4 つ分揃ったということで、まあ、それまでに要した討伐数とかね、各ランクの心のドロップ数など、はい、お伝えしていこうと思うんですけれど、はい、今回のバラモスゾンビの心 S4 つ揃えるまでにもうすごくね、大変でしたね。直接 S が落ちるということがですね、まあ、なかったわけなので、まあ、それがね、原因で、まあ、かなり時間がかかったということでございます。まあ、ようやくですね、心が S4 つ分、揃うかなっていう時に、直接の S がね、ようやく落ちて、終わったということでございます。はい、219匹ね、討伐する羽目になりました。まあ、ちょっと比較に、のためにですね、お伝えしておくとですね、例えばメカバーンの心というのはですね、まあ、私 S4 つ分揃っているわけなんですけれど、S4 つ分、揃えるために、メカバーンの討伐数がですね、50何体なんですよね。それに比べるとですね、はい、これ4倍近くですね、まあ、倒す必要があったということで、まあ、なぜなのかちょっとわからないんですけれど、はい、バラモスゾンビね、今回の私にとってはもうすごくですね、苦労する心でございました。まあ、これ、バラモスゾンビが出てから、まあ、結構時間経ってたと思うんですけれど、まあ、その間ね、ちょくちょく、ホコラ討伐して、心を集めてたんですけど、はい、ようやく S が4つ揃ったということに、なります。はい。まあ、とりあえず、そんなところで報告です。皆さんの方はいかがでしょうかという形ですね。はい。まあ、ちょっと先ほど話に出したメカバーンなんですけれど、はい、こちら、心 S4 つ揃ってるんですけれど、はい、53匹で、ですね、まあ、すでに S4 つ揃っているんですけれど、はい、先ほどのね、バラモスゾンビは、討伐数219ということになります。はい。というわけで、ちょっと待ってくださいね。工房の画面を出してですね、ちょっと見ていこうと思います。まあ、各ランクのね、ドロップ数がこんな感じになります。S が1つ、A が8個、B が18、C が76、D が114となっております。で、今ですね、はい、工房の画面で、紫の心に絞って出しております。はい、こちらのね、本当にもう画面の右上の方にバラモスゾンビの心があります。こちらがね、S になります。で、その下にですね、A が8個あって、まあ、さらに下に行くとですね、まあ、B がたくさんあると。B が18個で、C が76個で、D が114個ということで、まあ、かなりのね、数になります。まあ、これをですね、うん、まあ、グレードアップせずに持っておくだけでですね、心の数が217個もあるので、まあ、かなりですね、その、攻防の中と言いますか、心所持数をですね、まあ、圧迫しているという感じになります。今、心所持数のマックスが220なんですけれど、所持数が所持数が2200なんですけれど、所持数の上限が2200なんですけれど、はい、今、心の所持数が2048となっております。そのうち、217がバラモスゾンビの心になっておりますので、まあ、結構ね、心もいろいろとグレードアップしたり、真珠ポイントに変えたりしてですね、まあいろいろと開けて、まあ今時点でもまあ余裕があるわけなんですけれど、まあ一時はねちょっとやばかったりしましたというわけで、まあそんなところでございます。とりあえず、グレードアップして S の心をね、もう一つ作ってみようと思います。このバラモスゾンビの心はですね、A の心が5つあればですね、S にグレードアップできるという形になりますので、まあ、ちょっと、はい、やってみましょう。はい、こんな感じになります。はい、というわけで、A の心から S の心にグレードアップしました。ちょっと見ていきましょう。コストが117でですね、はい、最大 HP 94ということで、まあ、紫の心にしては結構ね、最大 HP 高い方ですね。身の守りもまあ59でまずまず。まあ耐久性は紫の心の中では結構あるんじゃないかなと思います。攻撃魔力が93で、まあこれもね、まあ悪くないですよね。あとは、
素早さ68、器用さ79というところになります。で、特殊効果見ていくと、はい、ジバリア属性呪文ダメージプラス 12%。結構強力ですね。あとはギラ属性呪文ダメージプラス 10%、ゾンビ系のダメージ、プラス 5% ということで、まあ、この辺はね、結構優秀な心ですね。ジバリアとかギラ、あるいはね、ゾンビ系のモンスター相手の時とかですわね。まあ、結構使う機会も、まあ、あるんじゃないかなとは思っております。はい。まあ、そんなところになります。というわけで、まあ、とりあえず今 S2 つありますけれど、まあ、グレードアップしていくとですね、S が、まあ、あと2つできることになります。まあ、余った心についてはですね、まあ、グレード B までグレードアップして、まあ、あとは全部真珠ポイントに、まあ、していこうかなと思います。はい。というわけで、まあ、今回、ようやく、バラモスゾンビの心が S4 つ分、まあ、揃ったということで、まあ、その報告でございます。まあ、ちょっとね、どうなんですかね。まあ、皆様にとっては、ちょっとですね、心のドロップ、渋いのかどうかね、ちょっと気になるところですね。私にとっては結構渋かったですね、本当に。祠の心で、こんなに、討伐必要になるっていうのがですね、まあ、200超えるっていうのはもう初めてですね、どうなのかなというところで、まあ、とりあえず終わりましたので、まあ、その報告でございます。というわけで、まあ、もしよろしければですね、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。